初めて三国志4を遊ぶアキミロです。はい、続きやってきます。前回ね、長領軍と深夜で大激戦を行ったんですけど、結果ね、長領いなくなって関羽軍になりました。今回からもうこの永安から杭州、成都、指導と攻めていき、益州ゲットしたいと思います。それと同時進行で深夜から曹操軍の円も攻め、さらには県行から可否も攻めていきたいと思います。ということで今回でもガンガン攻めていきます。お、太子寺が仲間入りです。これ長領軍だった捕虜です。お、核も仲間入りです。いいね。柱さんにちょっとこの武力プラス10の武器をあげようと思います。柱さんね、統率高めなんですけど武力がちょっと中途半端状態なんで、柱さんの忠誠度はもともと100だったんですけど、あげました。馬長には武力プラス4の大野あげようと思います。これで馬長は武力100超えです。太子寺にはちょっと固定刀プラス3あげます。これで忠誠度もアップです。巨長にも武力プラス3のやつあげます。これで巨長の忠誠も100です。たまに助言で移転の剣は偽物だとか言われてましたけど、武力プラスいくつってついてないのが偽物みたいですね。ただこれあげれば忠誠上がるんじゃないかな。よっしゃー、角の忠誠100になりました。もうこういう能力上がらないやつは忠誠上げるためにある感じのようですね。この深夜ね、金が100しかなかったんで褒美お金上げられなかったんでちょうどよかった。おっと、曹操軍が長安へ攻め込みました。これは関羽軍か。そして劉璋は援軍出さなかったようです。あららららら、関羽さんピンチですか。どうだ、曹操軍の勝利です。関羽軍追い詰められております。長領が討ち死にしね、そして徐晃と太子寺が、太子寺はもうこっちに入って、徐晃は捕虜かの状態なんで、戦力大幅ダウンみたいですね。関羽軍7月で兵糧入ってきたんで、そろそろ行ってもいいかなと思ったんですけど、疫病が永安と深夜に直撃しました。なんでよりによってね、攻めようと思った最前線に来るんだよ。結構このパターン多いな。まあとは言ってもまだ兵士全然ありますね。調査とかも来たんですけど、ここは関係ないですけどね。曹操軍が広まってきてるな。縁はどうなってんだ。武将はでも4人のままか。今ならいけるか。深夜にね、武将結構もう移動したんですよね。海越とか陰木とか。なんでお留守番組も到着したので、もう攻める人たちで縁いっちゃいましょう。そして杭州さすがに増えたかな。いや、劉璋一人だし。あれでも、兵数が 14,300 になってるな。ちょっと兵士は増えてる。まあ、でも相手にならんでしょう。こっちは相変わらず 6,300 か。よし、行っちゃいましょう。いけるいける。では、まず、永安から杭州に仕掛けます。ここは劉璋さんが一人いるだけです。相性は君の行くぞー。今チラッと見えたんですけど、キレイがなんか病にかかってるか怪我してるか、能力下がってますね。細胞さん、流氷さん、あとは革春さん。キレイはちょっと微妙だからな。ソヒで行こう。そうだな、一応連れてくのはありかもしれないですけど、法政は君野の補助だ。綺麗も行くか。怪我してるけど一緒に行こうぜ。病気かもしんないけど今怪我って言っちゃいました。あとは総評さんも連れてくか。お留守番するのは核有志だ。龍拳行くぞ。兵士は明美濃だけ1700で、あとは7000で行きます。ゴー。八石者もね、持っていきます。兵糧はどうしようかな。あと金も結構あるんだよな。そうだな、5000ぐらい、いやもっと持ってか、7000。兵糧は2万、いや3万持ってくか。持っていきましょう。戦争は好みませんが、時には部位を示されるべきでしょう。
法政さん、行きましょう。はい、優勝は門の前に配置しました。カウンターでだいぶ与えたな。やっぱ8席者がいるだけでね、ほんと城壁の上に行かないですね。くらえー、やっぱ門突破してもね、兵力戦やら一騎打ちの戦いだったりで結構不安な時が多いから、基本的には工場兵器持ってきてこうやって部隊を倒したいですね。深夜での戦いは名勝負だったとはいえ、相当精神すり減りましたからね。やっべーみたいな。一騎打ちの勝負が熱すぎた。くらえー、いやいや、龍翔弱えな、やっぱり。いけるいける。変数では負けてますけど、まず負けることはありません。もう速攻を倒しちゃいます。おーっと、敵、撤退しちゃいました。余裕ぶっこいて、集中攻撃してたら逃げちゃった。秋広家の勝利でーす。しかし、逃がすことなく捕まえてはいましたね。龍翔、解放してあげようかな。おどかり、いつか必ず返すぞ。龍翔、アイテム持ってましたね。二つも持ってる。知力プラス2、武力プラス3。いいね。報酬、1万3000金あるんで、ある程度ゲットできたみたいですね。で、セーター6300か。次のターン増えるかもしれないですけど、どうしようかな。次のターンになったら、もう即刻セーター行っちゃいましょうか。ちょっと、公領とか武領とか訓練が終わったはずなんで、武将を移動しよう。で、続けてですけど、深夜からこちらの円、攻めたいと思います。では、軍事、戦争、行くぞい、曹操。曹操軍とのバトルは初ですね。秋村様、お待ちください。私に策がございます。なんだい？焼き打ち。いやー、太子寺にも出てほしいから、ノー。さあ、総大将は、てか、バトを怪我してるな。能力が弱体化してる。馬長は大丈夫か。武力103になってます。バトを怪我か。バシラさんね、武力プラス10上げたんで、88まで上がってますね。義援も怪我してるな。怪我だらけだな、こうやって見ると。太子寺、結構強えな、やっぱり。武力プラス3も上げたしな。バシラさんでしょ。巨長はどこだ。巨長は怪我してないでしょう。武力100。こうなると誰連れてこうかな。大将アスミンさんで行くか。鐘楼も悪くないけど、アスミンさんで行こう。よし。で、副将は、なるべくね、歩兵丸とか合う人をつけていきましょう。お父さんとセットにするか。あ、ダメだ。大将だから。大将以外でバトを出せないんだ。くっ。兵は全員2万ずつです。で、馬長と大使は騎兵。で、バシラさんとアスミンさん同兵で、巨長だけ歩兵です。で、兵糧は5000持っていきます。戦争が長引いた場合に備え、兵糧は多めに用意された方が良いのでは。これでも少ないの？いや、いけるでしょう。そうか、大事なことを忘れてた。ここ、8席車がないんでした。一応ね、上の地じゃない常用で作ってたんですよね。まだ完成してなかったか。ちょっと、これ以降は、いきなり攻めるんじゃなくて、馬頭とかの怪我が治ったりとか、その発席者をこっちに持ってきたりしてから攻めましょう。調子に乗ってガンガン行くと落とすのに苦労する。馬は登れないからな。まずはしごをかけて敵を左右に展開させましょう。門の上からどいてくれたら騎兵で攻撃します。あ、アスミンさんに落石能力、これだ。これがあれば城壁の上から落石出すことができるんだ。うわー、上から弓打ってきた。でもいいのかな、移動しなくて。登っちゃうよ僕たち。早くしないと。城壁の上に登って君たちに攻撃が始まるよ。
ほら、移動しなさい。右にスッと。お、そろそろ増援部隊到着。まあ来ますよね、そりゃ。よし、右にそれた。顔料来た。装備来た。しかし、これで縄文は、攻撃開始できる次のターンからですけど。これはちょっと悩むな。増援部隊に攻撃を仕掛けたい気持ちも出てきましたね。3。結構入るな、ダメージ。シュート3。悪くない。ちょっと、ウェーも右に向けよう。加工音たちは動かない。早期は接近してきた。こっちの方がダメージ与えております。門の方には来てないんで攻撃開始。8700、あ、まあ兵じゃないから87でいいか。84。結構門突破するの辛いかもしれませんね。時間かかりそう。7。よしよしよし。こっちの方がね、強いのは間違いない。よし、この機会にね、増援部隊も兵一気に減らしちゃいましょう。上からの矢は1しか食らわないし、大したダメージじゃない。ない食らえー。増援部隊もね、門の上に登ろうとしてますね。敵増援部隊も登り始めてますね。どうやら上に登って門の上から攻撃したいようです。しかし我らも徐々に登っております。よしよし、相手は右に夢中です。左の門の方には全く来る気配がない。装備はだいぶ減らせたな。あ、はしごを横からスッと来ましたね。今門も42までは来たか。結構4とか減らせるんでね、ペースは速い方だと思います。シュート、さらにシュート。やっぱね、兵多く持ってる方が減りが早いです。あと一歩でついに登りきれます。邪魔してくるかな。あ、してこなかった。装備が登っちゃった。そこ登るともう上がれないかな。どうだろう。もうダメな気がする。これで、門は31までいけた。射抜く。やっぱ、はしごにいる方がダメージ量は多い気がする。さあ、やっぱ登れない。そうか。そうなるとこやつが邪魔だな。03、一応押してはいるな。はい、この攻撃で門突破ですね。今回は明らかに兵力は余ってるんで、兵力戦にしようかな。お、陳氏は退却しました。加工を退却。感染だったかな、捕らえました。反省退却。しかし追撃で725に被害を与えました。定位、あ、定位だったんだ。重油退却、顔料退却、しかし257人で被害を与えました。総人退却、総費も退却、192人の被害を与えました。総則は退却しました。あ、戦うことなくこれ終わったんじゃないか。選択肢ないですもん。やりました、援攻略。総則軍、そんなに強くなかった。いや、我々が強すぎるのかな。関西さん、東洋どう役に立ってみせますぞ。いきなり裏切った。え、円の兵糧ゼロ、マジか。こっちから深夜から持ってった5000の兵糧じゃ足りなかったか。この兵を養うのはこれはまずいぞ。即刻輸送してあげないと、どっかから。しばらく円はちょっとおとなしくしておりましょう。お、元長領軍の捕虜、楊彪さん仲間入りです。では続けてね、剣業から出陣するんですけど、僕、可否としか繋がってないとか言ってたんですけど、左の呪春とも繋がってましたね、剣業。一応今、剣業は兵士が53800あるんで、全部持ってかなければ大丈夫かな。呪春は兵数見えないんですけど、武将は一人だけです。王鵬さんのみ。で、可否は25400あるんですけど、武将が甲冑一人だけです。呪春に攻めるのもありっちゃありかな。どっ
ちがいいかな。いや、兼業から可否攻めて、露光から受春攻めることを考えた方がいいか。よし、兼業から可否に行きましょう。公中一人だけだったらね、大丈夫だと思います。援軍は来ると思いますけど、戦争。ここは五の勢力の武将が固まっております。さすがに全部隊は持ってくわけにはいかないかな。でもやっぱ統率高いな。カンネイ両毛で孫権、そして郊外、さらにはテーフ集隊だったら統率高いテーフの方がいいかな。いやー、五の武将もだいぶ増えましたね、こうやって見ると。この10名でいきます。松園いたな。松園はね、別に五の武将じゃないから移動しようかな。兵は全員8000でいきます。で、関内だけ土兵です。で、八石茶も1台持たせました。兵糧は1番でいきます。兵力は我が軍が勝っています。油断しなければ勝利は間違いありません。よっしゃ、行くぜー。残った雇用さんが大した。はい、敵は引きこもってますね。そして甲虫は前に出てきました。やっぱ発石者あるといいね、必ず前に出てきてくれる。しかし相手の兵力は多い。ドーン、壁を壊すのではなく兵を倒して勝利をつかみ取ります。くらえ、2の10、すげえ減る。舞台ってか兵数を持ってれば持ってるほどダメージは食らいますね。さあ、行くぞー。弓はどうしよう。接近攻撃、いやー、放つか。これでも400やりますからね、十分十分。ではみんな集中攻撃します。てか甲虫も強えな、弓で500も食らったぞ今。 やりおる。しかし、こっちの方がトータル的には強いはずだ。負けねえぞ。おっと、甲虫軍の増援来ました。まあ、来ますよね、そりゃ。結構もう甲虫は減らしてるんですよね。工場兵器に取り憑かれるとちょっと厄介だな。移動しておくか。現在、甲虫の残りの兵は、7000です。まあ、2万以上あったとこから考えれば、だいぶ減ったと思います。増援部隊無視して、甲虫をひたすら狙うか。まあ、増援部隊の兵も減らすのはありっちゃりなんですけど、あんまこっちも調子に乗って戦ってると危ないの。うおー、なんか工場兵器の方に来てるぞ。工場兵器前に出すか。工場兵器はやらせんぞ。どうしよう、増援部隊減らすか。これは受春じゃない方から来てるっぽいんだよな。受春は一部将しかいなかったですし。いや、やっぱ甲虫か。総大将を早めに倒して終わらせたい。おっと、増援部隊、工場兵器ではなく部隊をこちらの総大将を狙ってきております。あー、近すぎて当てらんないのか。くわえ、6、すげえ、2万6000とか、超すごい部隊数とか兵士数できました。くー、増援部隊侮れん。だからこそやはり無視しよう。今は甲虫さえ倒せればいい。あわゆくば撤退するときに捕まえらんないかな、増援部隊の武将を。あと3500だ。もうある程度減ったら突撃と思ったら、甲虫が退却です。そして捕まえた。幼少は退却、王兵も退却、陳頭退却、甲虫軍の勲章を倒しました。可否攻略です。でれれれ、秋村軍の勝利です。甲虫、まあ、逃がしてあげよう。仲間にしたいしな。逃がしたことを後悔するぞ。いや、感謝しといてよ、甲虫。武力100超えだったね、今。宝天画撃、これ持ってたからだ。プラス7。敵路も持ってたんだ。ありがたくいただいておこう。
よしよし、今回早くも3つ目の都市ゲットです。可否、金が22,000、兵糧24,000となりました。まあ、兵糧は持ってきた量も多かったんですけど、金がね、かなり儲かりました。8月になったんで、早速生徒に攻めようと思ったら、生徒、竜将しかいません。リゲは在野なんで。すごいな、この竜将の見捨て方。6,300 しか兵ないし。みんな竜将のこと嫌いなのかな。指導にはめっちゃいる。はい、竜将さん、表に出てきました。なんか、逃げてないか竜将さん、戦おうぜ。シュート残り5,900です。門ではなく、部隊を倒して終わらせます。さあ、あ、ここだ。くらえ !1 と3。まあ、そんなに大ダメージは与えられてないかな。矢は届かんか。巻き見ろの騎兵を、受けてみよう。1と2、あんま減らせない、やっぱり。これはちょっと時間かかるから、めっちゃ逃げてく、竜将。端っこに行く。ひぃ、助けておくれーみたいな感じ。追うのが大変だな。こうやってやってる間に敵の増援部隊が来そうだな。竜将、それを待っているのか。竜将さん、もう画面端まで来ました。もう完全に逃げられない方に来ましたね。フルボッコじゃーん。あと19か。次のターン退却しちゃうかもしれませんね、これは。もし残ってたらもう突撃で倒しちゃおうかな。どうだ。あー、逃げようとしたけど捕らえました。よっしゃー、生徒も陥落でーす。てれれれー、秋村家の勝利でーす。またまた、優勝さん、解放してあげるよ。ありがたいことだわ。感謝するぞ。感謝しといて。長領なんてね、斬首しかなかったんだよ。解放できなかったんだよ。兵糧5万になってる。やべえ、めっちゃ儲かった。てか、持ってきすぎたかもしれないな。兵糧、いくつだったっけな ?2 万か3万持ってきたんですよね。でも、捕虜は全く増えないな。次のターン、上の指導行っちゃいましょう。5,100 しか兵ないし、いくら武将多くてもね、兵がなかったら、本領発揮できないですからね。仮面が最後か。そうだな、生徒から指導行ったら、もうそのまますぐね、仮面まで行っちゃうのもありですね。冠中は秋年なんで、ただここ長安と繋がってるんでね、冠中取るときは、この長安と戦う覚悟でいかないとダメですね。天意とかいるのか、顔料宗人もいるな。そうですね。兵数は残念ながら見れない。そうだな、壁行く時点でも結構兵数は多く持ってった方がいいですね。では、次のターン、9月になったので、生徒から出陣します。狙いは真上の指導です。駅周を一気に平らげる。ちょっとね、また登用できた武将がいなかったんで、今度は9名から8名に変えて出陣します。ちょっとずつちょっとずつ武将が減ってってますね。減ってってるって言い方も語弊があるけど、連れていけなくなってる。城にね、誰も武将置かないと空年になっちゃうんで、一人は置いておきたいんですよね。まあ、欲を言うなら1都市、最低でも2名にはしたいんですけど、まあ、後で微調整します。今回は、総評さん置いていきます。なんと、相手1部隊だけです。竜将様のみ。もしかして、さっきまでいっぱいいたけど、この月にだってみんな仮面に行っちゃった?また竜将一人にされちゃったの、これ。竜将様、本当に嫌われてるな。いや、むしろ逆か?竜将が、世がおとりになってるうちに、皆の者、逃げるのじゃーっていうね、そういう、全空になったのかな。すごい考えにくい。攻撃いちご俺一個手前、前の月の時は5,800しか兵なかったのに、兵が増えてる。上の仮面から持ってきたのか、それとも徴兵したのか。まあ、どっちにしてもね、また、みんなで囲んで、集中砲火です。
おっと、綺麗に救兵能力が備わりました。この条件がよくわかんないんすよね。別に今弓使ってたわけでも何でもないのに急に覚えるんだよな。そして龍翔相変わらず逃げてますね。残りは4000。突撃したい気持ちもあるんだけどな、こっちの兵が多く減らされちゃうのがネックなんですよね。どうせ龍翔のことだからね、2000台になったら退却する気がするんですよね。増援が来てくれれば増援もろとも倒したいところですけど、いやでもここで減らしちゃうと花弁、あ、当院捕らえました、龍翔も捕らえました。そう、花弁がね、あの関羽軍に落とされちゃうかなと思ったんですけど、そんなこと話してる間に終わりました。秋村君の勝利でーす。これで指導もゲット、当院東洋、それがしの働きに期待してください。裏切ってくれてありがとう。優勝解放、もう何度目だ、3回目天柱軍が巨匠へ攻め込みました。そうそう、どうだろう、電柱曹操軍減らせるか、どうだ、結果は勝った、電柱軍の勝利です。10月になったんで花弁に攻めたいと思ったんですけど、よくよく考えたらこの関中がいちゃってるから、この花弁を落としたとしても退却されちゃう可能性があるんですよね。ここにこの関中取ってってから行かれるとダメだな。おお、徐行が仲間になってくれました。わあ、徐陽大衆長君がお亡くなりです。寿命ですね。では徐陽から関中に移動しちゃいます。これで空白都市はゼロになる予定です。ここにはちょっとね、5の武将なんですけど、梁宗さんや梁斗などもいます。本当はね、武梁と霊梁に置いてたんですけど、さすがに今からね右に移動させるのも大変だからもういいやと思って連れてきちゃいました。で、徐行でしょ、アセミンさん、巨長パシラスさんなどなど、どうしようかな。めっちゃ武将連れてきちゃったな。1,2,3,4,5,6,7,8,9、10人いれば戦争にはねいいんですけど、そうだな、けど応援にしとくか、あとはまだ常用に置いておこうかな。でちょっと金は5000持っていこう。兵糧は8000、兵士は66400、石弓など武器軍馬は全て持っていきます。八石車も豊漁は置いておきましょう。これ龍鳳ですね。移動します。関中取った次のターン2月になりました。花弁は 27,600 から、兵は増えてないかな。武将は相変わらず3ページ分がっつりおります。で関中は兵が 66,400 で、指導は 54,500、まあ、訓練値がちょっとね低めかな、73しかないっていう状態ですね。相手は訓練100か。で長安は 99,600 だいぶ兵が増えてますね。花弁取ったそうは、艦中からの援軍付きで攻められた場合は守るしかないかなって感じなんですけど、今回ね結構勢いよく攻めてて戦闘シーン多かった気がするんで、一回ここで区切りよくやめたいと思います。次回龍翔軍滅ぼして、その後関羽軍や曹操軍と戦っていくことになると思います。ということで今回はこれで終了です。最後によければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。曹操軍の長安が決戦の場だ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。